日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 工事アップ。えー、7時をまたいでコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターは、明治大学教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、では、7時またぎ取り上げるニュースはこちらです。政府与党通常国会1月26日召集を軸に調整。 政府与党は来年の通常国会を1月26日を軸に招集する方向で調整に入りました。東京地検特捜部が自民党の派閥の政治資金規正法違反事件を捜査していて、その捜査の行方を見極めるためにも遅い時期の招集が望ましいと判断したとみられます。会期は150日間で、えー、延長がなければ6月23日が会期末となります。 えーまあ、与党内には予算審議に余裕を持たせるため、うん、ちょっと早めに22日招集を求める意見もあるというとで、はい、で今回の国会会期の設定にあたっては、通常ならば予算案の審議というのを最優先、はい、かつそのスケジュールに合わせた国会日程になるんですけれども、はい、ちょっとですねこの政治資金規正法違反事件に関連して、うん、誰、 が、重大な責任を負うのかが分かっていないと。で、えーうん、一番避けたいのは、はい、国会の会期中に、現職の、ま、閣僚内社は副大臣級に、ええ、大きな影響が出ること、途中で辞、えーま、めざるを得ない状態になる。っていうのが、あやはり一番嫌なので、なるべく遅く。要は、誰が、 黒で、誰がグレーで、誰が白なのか、はい、ちょっとはっきりしてから始めしたいっていうのが、まあ政権の方の意図、意向なんだと思うんですよね。うん。あと1ヶ月ほどで相互、うんまあ線が引けるかどうか。で、今回のお問題、うんえーま、政治資金規制法違反で、はいえー という名前でどうもですね報道の当初はキックバック、はい、つまりは政党の自民党のパーンパーティー券を、うんえー、買ってノルマを超えた分を各議員にキックバックしているというところばかりクローズアップされましたがこれは特に違法性のあることではないんですね。うんうん、で政治家ののパーーティーというのは何をやるか えー、行かれたことある方わかるかと思うんですが、あれって握手会なんですよね。はい、握手会うん、うんアイドルの。はい。あの、で、そうすると正直、ここの国会議員さんが集めるよりも、はい、やっぱ政党の大物が来るパーティー、えーえー、握手会の方が、はいえー、儲かる。 もう彼はあ良くないね。あの、うん、人がちゃんと集まる。んですよ。そんなにね、えー、知名度が高くない、または木が浅井議員さんの個人だと集まんないんですね。うん、で、その分で、えー、政党のパーティーでたくさん集めて、その分をキックバックしてもらうと。うん、で、これをしっかりと収支報告書に記載していれば、何ら問題ないのに、はいうんい、いつの間にか記載しない監修習慣になっていたと。はい。で、これからの焦点は、えー この不記載というのについて、どの程度幹部が知っていたのか、または関与を支持していたのかで、一応ですね、幹部、安倍派ご奉行と呼ばれる各幹部は、いやいやと、管理は知ってたけれども、これは違法性ないですからね。で、収支報告書を未記載は知らなかったって言って、 いるんですが、はい、この未記載問題について、えー、安倍元首相が首相を辞められて、うんはい、で安倍派に戻って会長,らっし会長に戻ってらっしゃった時にうん、うん、これは問題だっていうふうに明確に言ってるんですよね。 知ってたのを知らなかったはね、ちょっと通らない話だと思うので、じゃあ次は、あの、どこに、はいえーま、その、不記載について積極的だったのか、なんだったら自分がやってたのか、そうではないけれども、知ってたけれども、踏み込まなかった、という、まあ、えー 状況なのか。ここら辺がね、分かれ道になる、んですけれども。<ー>うん、このね、安倍さんが辞めるって、辞めようって言って、うんうん、で、それが、安倍さんが亡くなった後に、いつの間にか撤回をされていた。これ誰かが言わなきゃ撤回はないだろうということです。そそこら辺には何らかの指示なり、うん、あるいは把握なりがあったんじゃないかと。そうなんです。うん、で、えー、まあ、なぜ、えー、こういった ああ未記載の資金が必要かあというとおやはりそれを何に使っていたのかというのも重ねて問題になってくるわけですねえこういったところおま今は安倍派集中攻撃ですけれども、はい、自民党でありまたは他の政党においてこの政治資金の適正化の議論というのが次の国会大きな焦点になると思います。うーん。 えまずはですね、通常国会のこの1月26日召集軸に調整というニュース。まあそこから政治資金に関しての話をいただいております。7時をまたいで続いてまいりますニュース、7時またぎ、日本放送です。 今朝のコメンテーターは、明治大学教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、この、政治資金の話でありますが、うん、まあ、じゃあそのね、えー、お金っていうのが、じゃあどう、うん、その先で使われたのかっていうかね、うんはい。で、えー、まあ、おそらく、まあ、交換言われているところだと、おそらく選挙対策に使われたんではないかと。うんはい、で、えー、この選挙を、 なんでじゃあ選挙対策でなんか有権者の買収かって思われるかもしれないんですが、そういう話というよりは、うん、え選挙って、えー、結局のところですね、えー、お金がかかるんですよ。えー、で、<laughs> まああの、メディアとかでは、はい、その政策論争、華々しいところばかり注目されますけれども、実際それが大切なんですけれども、 結局選挙の行方を左右するのっていうのは、そういう空中戦ではなくて地上戦、えー。どれだけ握手したか、どれだけポスター貼ったか。えー、で、ポスター貼るのもですね、えー、単純に言うとその、貼らせてくれるところを見つけるのがすごい大変なんですね。はい、じゃあ、貼らせてくれる家をよくして、はい ている人は誰かとかっていうその地元のまあ町内会からう、えー、そういったまあえー、商店街の組織からっていうその本当のおまあ、細地の細かいところコミュニティみたいなそういうところとおまあ、えー、コミュニケーションをするまたは、えー、人をおまあ これ雇っちゃいけないんですけれども、あと、例えば、あの、選挙の時、ドライバーを何人確保する。これはもちろん、給料発生しますし、はい、ウグイスを何人って、ウグイスっの、うん、えのー、何々、飯田康之。飯田康之でございます。えー、<laughs> えー、ええ、ええ、ね、ええ、ね、ええ、ええ、ええ、うん、え、は、え、い、ええ、ええ、えとええ、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 え おそらくグレーなお金の使い方っていうのをしていたんじゃないかなというふうに思われる。だから、えー、わざとミキサイを選んでた。これが完全にいい、 例えばウグイスドライバーもそうですけれども、はい、明確に規定のある通りのお金で規定のある通りの、まあ、行動しかしてなければミキサーにする必要なんかないわけですよおそらくちょっとグレーに当たるお金の使い方をすることで選挙等でのお、まあ、地場の活動っていうのを進めたんじゃないかうんで、えー、これね大きなポイントになるのが あの、各政党、どのぐらいこの地上戦部隊を持ってるかっていうのは極めて、えー、重大です。はい。で、えーまあ、伝統的にかつての社会党であれば、はい、これ組合が、労働組合が、労働組合と、うん、そこからの派遣されてくる組合員っていうのが、その地場の選挙を支えたわけですね。うん で、伝統的に、まあ、自民党であれば、地元の、はい、まあ組織、うん、地元の経営者団体であったり、あ商店街であったりっていうところが支えてきた。うん、あとはもう一つは自民党の場合は、個別の市議とか、町、うんえー、議さんが支えていたっていうんですけれども、はい、だんだん左派も、 えー、保守派も、この体制がぐぐっと崩れてきている、うん、特に都市部なんかでは、地元の経営者って言われましても、大体いいここの住人は、えー、でっかい会社のおサラリーマンですみたいになると、そういう中でどうやって選挙活動の、ま、地上戦を維持するか。はい、でこれね え皆さんよく選挙のたびに、えー、候補者の連呼なんて無駄だし、うんうん、あんなのどうしようもないと。うんうん、はい って言って、一時期辞めた人がいたんです。<ー>それね、これ選挙コンサルの方とか、あ皆さんあおっしゃるんですけれども、ええ、連呼や辞めたら確実に票は落ちますと。ああ。やっぱ名前知ってる名前知らないが。そうなんです。最後重要になってくる。そうで、その握手して回る、いわゆるドブイタってやつですね、はいえええ。こんなのは時代遅れだってみんな言ってたと。ええ、みんな今やるようになってますと。あれ辞めると票が減るって分かったんですよね。だから朝、つい出しもするし。そうそうそう。うーん。 結局、まあ、そういうところ全体のこれは一部なんだとんんだからそれをね、はいえー、長く自民党政権にあったわけですからしっかりと体制づくりできたわけです例えば、うん、今回のキックバックであればしっかりと記載してその記載したものを、はい、これまた地元の例えば市議さん町議さんの政治資金として活用していくみたいなルートを 作れたはずなのに、なんかめん、めんどくさいって言うとおかしいですけれども、なんかこれまでなんとかなってきたからなんとかなるだろうっていう非常にグレーで甘い状態を続けてしまった。これはね、非常に、まあ、今に来て大きな海を出さざるを得ないことになってるんだと思いますね。はい、なるほど。 さあそしてもう1つ用意していた,いたニュース各紙1面トップですが大河原加工起訴省東京都と国に賠償命令ということで、えー、判決後の大河原社長の声を聞きい,いただきます裁判長が適切な判断をしていただけたものと受け取っています、えー、警視庁検察庁にはしっかりと検証をしていただいてできることなら謝罪をいただきたいと思っています 生物兵器の製造に転用可能な精密機械を不正輸出したとして、まあ、外為法違反で逮捕され、そして起訴され、それが取り消されたと。うん、で、まあ、この間か、かなり長い時間拘束もされていたしと。<う>えー、この会社の幹部の方の中には、まあ、ガで亡くなられた方もいたということでありました。うん、はい。えー、これは今後、うんうん、まあ、えー、特に、まあ、 敵対する国への技術流出を考える上で非常に象徴的な事件なんですけれども。はい、で、えー、まあ、一つはですね、えー、まあ、なんとなく疑わしいと。これ、うん、えっと、うん、大河原加工ですと、はい、どうも、まあ、公安側が何かの理由で疑わしいと思って、うん、もう黒前提かのような捜査になってしまったんじゃないかと。はい で、今後、おまあ、え傍、ー、聴、えー、つまりは海外への技術流出等を防ぐための、えー、まあ、操作ってのは、しっかりとお強化されていかなければいけない。そういった中で、こういった、ね、えー、まあ、ミスであったり、大失敗ですよね。はい、えー、全くその、えー 合理的な根拠がない要件満たさない人を誤って逮捕してしまうと、このスパイ膨張自体に、スパイじゃないですね、あのこういった技術流出のへの膨張自体に疑いを抱かせることになる。うん、これをもって、しっかりとこの技術に関する、まあ、経済安全保障を進めてほしいと思います。はいうん、おはようニュースネットワーク。 東京有楽町日本放送をキーステーションに全国のラジオ局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。今日、辺野古沖の地盤改良工事大執行。沖縄県は最高裁に上告。 沖縄県のアメリカ軍普天間基地の移設先となっている名護市辺野古沖の地盤の改良工事をめぐって工事を承認するよう命じた判決を不服として沖縄県は昨日最高裁判所に上告しました一方国は県に代わって工事を承認する大執行を今日28日に行うことを決め手続きを進めております、うん えー、最高裁で県側が少々、少々するまでの間、大志向を止める効力はないということで、うん、まあ1月中旬、年明けには工事があ始まるということのようです。はい、これはですね、はいえー 全国で様々なところで問題になっている話題の一部でもあるんですが、何かというと、この土地利用に関して、県の力があまりにも強すぎるんですね。はい、で、もちろん、まあ、似たような事例として静岡県でのリニアの着工、これもほとんど県知事、 だけが止めているという状態になってるわけです。ーへーへーで、えーまあ、このリニアの方はちょっと県知事の不思議なこだわりなんですが、まあ、もちろんこの沖縄の基地問題については、はい、その、なぜこんなに沖縄に基地負担が集中するのかと県民の疑問大きくある、うん、わけなんですが、はい、その一方でですね、えーえー、日本の国防王というのを考えたときに、うん、沖縄に 基地を集中させないという選択肢はちょっとほぼないんですね。よくこの全国の基地の何パーセントが沖縄に集中していますって言うんですけれども、はい、同じぐらい基地が集中しているのはどこか、うん、北海道なんです。で、それは当たり前といえば当たり前で、国境に近いところに基地は集中せざるを得ないんですね。で、その一方で、えーまあ、沖縄県非常に厳しいことに、 北海道と沖縄だと、その、元々の分母になる、あの、面積が全然違いますので、はい、え非常にまあ沖縄の県民にとっては生活の圧迫になっているわけなんですが、この大執行の件、ちょっとね、県知事の権限が強すぎることによって、日本全体の話題を一つの県が決めてしまう。 っていう状況になっている。で、さらにその県の中も一枚岩だったら、あまあ、またいろ見解はあるのかもしれないんですけれども、はい、決して沖縄県の方全員が、 この移設に反対してるというわけでもないと。これはあの、歴代県知事選とかを見ればわかるように、はい、それなりに接戦になってきてるんですよね。えー、で、また若い世代ですと、いやいや進めた方がいいんではないかと。うん、で、これはもちろん日本の防衛というのを心配してという局面、あ側面。これが一つ。はい、もう一つはですね、この辺野古の移設っていうのは、うん 沖縄、あの、那覇近郊の基地の移設というのと絡んでいて、今、えー、沖縄県非常に経済成長率高い。はい、中でも那覇あの成長は著しいんです。うん、そうすると、郊外にもっと土地を広げたいんですね。はい、住める場所を増やしたい。うん、で、それを阻んでいるのが、これあの、那覇周辺、えー とか、あの辺りを大体沖縄に行かれると皆さんレンタカーで、はい、え、島の中動くと思うんですけれども、 うん、やっぱりこ、那覇の近くにこんなに来ちゃうのはおかしいだろう。うん。っていうふうに思うと、うんうん。で、特にこの普天間飛行場のあたりの中部、はい、まあ、儀の湾のあたりって、ちょうどこう、本島がギュッとね、うん、そうなんですよ。あの、こう、東西に短くなってて、うん、くびれてるところで、そこの真ん中に基地があると、そ<う>交通も非常にこう、支障をきたすという話がありますね。なのでえ、これから成長する、はい、沖縄県にとって、うん、あの宜野湾あたりのお基地って、 っていうのは非常にま大きなボトルネックになってるんですね。で、それを移設するというのと込みなので、経済成長のためにはむしろさっさとまああの辺野古方面に行ってほしいっていう声もあって。 で、えー、これまではですね、うんその、県側、ああ、も、何か、あこれ自体を、お、全部国外に移設できるかのような、まあそういうことを言った首相もいましたけれども、はい、ええー、あのー、最低でもという話、ね。最低でも、うんね、最低でもどこに持っていくんだっていう話、によって、なんかその、基地そのものを、要はあの、中部の基地をなくし、辺野古に移設もしないっていう、うん、まあ正直非現実的な、 あ案ができるかのような話というのをまあえー、一部首相であったりまたはあ一部県政関連者というのがずっと言ってきたその非現実性というのを直面した後でだってわざわざ日本の防衛力をみんなで落としましょうっていう計画に乗ることはできないわけですでその中でじゃあどうするって言った時にもう沖縄の うん、本島の中心部にドカッと基地に座ってるのと辺野古どっちがいいんですかって言ったときに、うん、まあ、いや、それは、まあ、辺野古移設だろうなって考える人。うん、それとも、原理的に、そもそもお、まあ、沖縄、あ本島の防衛を維持すること自体に反対だという方。えー、もっときじゃ縮小して行くべきだって考える方うん。その間で意見分かれていて、うん、でも、 日本全,土全国にととって重要なことでありますだからこそ、これって、県の権限がここまで強い事業ではない。だからこそ大志向、大執行ということを。国の大志向というか、ね、国が県に代わって工事を承認する。うん、で、これ、あの、最高裁まで行っても、まあ、まず覆ることはないと思います。だからこそ、ちょっとね、この全国でこれから増えていく、 まあ、日本国全体の話題を県が決めてしまえる、うん、県の意向によって大きく左右される状況っていうのはちょっと考えていかなければいけないとただでさえ日本ってまず土地に対する個人の権利が強く、はい、次に土地利用に関する県の権限っていうのがうん、うん、都道府県の権限特殊に大きいんですねでこれあの実はコロナまでみんな気づいてなかったんですはい えどういうことかっていうと、よくよく考えてみると、戦後日本の地方自治制度というのは、強くアメリカの GHQ の、または旧ニューディーラーのって言ったりするんですけれども、アメリカの民主党側の人たちの意向に左右されてます。 そういった中で出来上がってきた地方自治制度における県の権限というのは、かなりアメリカにおける州知事の権限に近くなっている。うんはい、で、それは国の成り立ちを考えればわかるんですが、アメリカにおける州と日本における県って、ま,あ、まず、当たり前ですけど、面積が違う。で、そこまで文献的なシステムで、 やれない。はい、これ昔は県知事といえば大体自治省からの天下りなんで、はい、なんとなくすごい権限持ってるけれども、その自治省以降とまるで無関係なことはやらなかったんですよ。はい、なのでずっとそれが続いてるせいで、県知事の権限っていうのがそんなに強くないってみんな勘違いしちゃった。あー。だけどコロナで見てわかる通り。はい、全部県ができちゃう。うんうん 感染症ののの対策の人の移動の制限だとか全部県ができてしまって、はい、土地についても強くその意向が働くわけでありますこの状況を少し日本の地方自治役割分担について検討を考慮する必要があると思いますね。う さあ、そしてもう一つ、柏崎刈羽原発の運転禁止命令、2年8か月ぶりに解除というニュース、まあ、これで、えー、再稼働に向けて、えー、一歩前進かというところなんですが、あとは地元同意だということです、はい、こちらも同じ問題なので、はい、さっき続けて話したんですけれども、この地元同意というのは何をもって地元同意と取るのか、はいえー、県なの もしくは市町村なの<ー>それとも、まあそんなことは現実的ではないですけど、住民投票なの<ー>で、えー、こういった中で、えー、まあもちろんこの安全性の確認はしっかり基準に基づいてやらなきゃいけません。うん、間違いないんですけれども、うん、その一方で、えー、それだけじゃなんか、えー、納得がいかない地元の、えー、同意。 っていうのを、何を同意とみなすのかっていうのについて、ちょっとこれは、ん少しですね、え繰り返しになりますが、日本の地方自治の立て付けというのが、ちょっと県知事等に大きな権限を与えすぎている。その一方で、各県で独自課税ができないので、まあ、ほとんどできない。多少はできるんですけれども、とかっていう、何かその、変に、 権限が強い部分と弱い部分が混じっている。はい、この座りの悪さっていうのをちょっとずつ変えていく、全身<ー>前進が必要だと思いますね。まあそうすると権限の強い部分を、まあある意味テコに使って、ね、いろんな予算を引っ張ってこようとか、まあそういうような動きにならざるを得なくなると。はい。うん。構造の部分っていうのもだからこれあるわけですね。そうなんです。うん。 えー、おはようニュースネットワーク、ー飯田康之さんとともにお送りしてまいりました。日本総動機の方、この後も飯田さんにお付き合いいただきます。さあ、続いてニュースプラスワン取り上げるのはこちらです。政府、農業基本法など初の本格改正、来年の通常国会に提出へ。 政府は昨日、食料安全保障を強化するため、農政の基本方針を定めた、食料、農業、農村基本法の改正案を中心に、5つの法案を来年の通常国会に提出する方針を明らかにしました。農政の憲法と呼ばれる基本法に加えて、有事の際の食料確保、農地の確保と有効利用、原材料調達の安定化、スマート農業の振興に向けた関連法を整備、 食料の輸入依存からの脱却や農業の生産基盤強化を進めます基本法制定から四半世紀を経て初の本格的な改正を行うこの問題。えー テーマになるのが食料安全保障という考え方なんですけれども、うんはい、この食料安全保障、これまではどうやって自給率を高めるかという形で議論が進んできました。うん、で、これは時代に合わせて大きく転換しないといけません。うん、なぜ日本の食料自給率が低いのか。はい、で、というよりも、 日本の国内で政府が発表する食料自給率はカロリーベースえ自給率と呼ばれます。うん日本国内で消費されている総カロリーを計算します。うんそれのうち、それ分の日本国内で生産されているカロリー。はい。これが あまあ、カロリーベース自給率と呼ばれるものです。これ日本、際立って低い30%台だったかな、はい、であります。なぜかというと、うんうん、はい。日本国内で生産している農作物って何でしょうと <laughs> 食料自給率で言うと100%に近いものたくさんあります。はい、果物<ー>、そして野菜類。うん あとついでに言うと和牛も国産牛は全部日本国内で作ってますよね作ってるはずですよねなんですけれども、はい、まず野菜ってカロリーが低いんですようんうん、うん、確かにね <laughs> 確かにそうですねヘルシー番組みたいになってますけどわざわざやっぱり儲かるのはそれカロリーが低い野菜なので一生懸命みんなでカロリー低いものを作る当たり前ですね儲かるんだから一方で今度国産牛の自給率っていうのは、はいうん かなり低いです。かなり低い。かなり低い。うん、ほとんど、ないって言ってもいいのかもしれないんですが。ほ,ほとんどないはい。国内で育て、育ってるにもかかわらず、はい。はい。こういう場合、食肉の場合は、はい。餌の、お国産の割合を自給率とするというールールがあります。そのせいで、えーはい、当たり前ですけれども、まあ、牛、 豚、まあ、要は、畜産の時に使う飼料って、穀物の中でも、まあ、一番質の、てか、まあ、安いものを使うんですよ。うんうん、うん。飼料用と呼ばれる、ね。そう、飼料用。そんなの、日本国内の宅い土地で作る意味ないので、当然輸入してくると、それほ、それがもうほとんど輸入品なので、その国産牛の自給率が、ほとんど0%みたいなわけわからないことになると。うん、うん で、えー、これを高めるっていうのはね、えー、農業を非効率にするということです。わざわざ高い土地の日本、土地の、が貴重な日本で、うん、わざわざ価格が低いものを一生懸命作る。うん、これはね、現実的な選択肢ではありません。変、うん、わって、食料安保における重要なポイントっていうのが、はい、土地利用に移ってきています。お<ー>いざという時に、うんはい、農地、 まあ今は、あまあ、えー、ピーマンを作ってると。うん、まあピーマンね、いろんな栄養あるんですけれども、その一方でカロリーはまあ低い。うん、<laughs> だから普段はいいわけなんですけれども。商売としてはそう、商売としいい。それを例えば芋類に転換する。はい<ー>。また、畑作地で育てられるおかぼお<ー>いわゆるあの、水田じゃないところで育てる米、種に転換するというのを、どのぐらい単純化すると。 国家が強制できるのか。というのが食料アポの肝になる。よくよく考えてみてください。食料危機の時に、今と同じ食生活を続けるっていうのは、まあ、正直も目指してもしょうがない目標だし、非常時に、それはおかしいです。だ非常時に、まあ、芋作、畑作等に、まあ、カロリーベースが高い主食用の作物に転換できる、はい 土地への強制力を持つこと。うーんで、これって反面、いざって時は公益で使うんだからなってことは、じゃあその農地の維持のために公的な支援が当然必要ですよね。とワンセットですよね。とはい、普段は、えー、何も支援なんかしないよ。お前ら勝手にやっとけって言って、いざっていう時は、いやお前の土地は俺のものだ。これは通らないわけです。はい。という形で農地の維持。 っていうのが、農地の維持といざっていう時の転用っていうのが、これからの食料安全保障のテーマになっていくと思うんですよね。うん。まあね、あのー、今、その、ね、今まではその減誕だとかなんだとか、うん、まあ、どちらかというと転換させたりだとか、あるいは農地じゃないものにとか、え変わってきたのはこれだいぶそこがフェーズが変わった。そう、農地は維持するけれども、うんうん、いかに維持可能な農地にしておいて、転用 <laughs>、はい、 できなくもない状態っていうのを維持するかですね。うん、そうか。今は作んなくてもでもこうテクニコは続けるみたいなことをしてる。そ完全なアレチになるとやはり転用に時間がかかるんですけれども、はい、何かを作っていれば転用はできる。なるほど。今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。続いてこの時間はここだけニュース。スキップやー。 飯田康之さんに聞く日本経済の再生プラン。 世界的なインフレ傾向の中で巨額の政府債務と、えー、長期の低金利政策が続く日本、えー、どう打開していくのか、2023年から24年、日本の経済はどう変わっていくべきか、えー、経済学者、井田康之さんに伺ってまいります。はい、ありがとうございます。はい、まあね、えこんなに、もろ、おえ著作の宣伝のようなコーナーを、おさせて、お話しさせていただいて、大変ありがたいんですけれども。中脳新書から出たばかりです。財政、はい、金融政策の の転換点で、えー、やはりですね、えー、これまで、えー、ま日本経済に限らず、はい、世界の経済政策のトレンドっていうのは、うんえー、まず、えー、財政政策は基本的には財政再建を目指して進めると、うん、で財政の役割っていうのは、景気対策じゃなくて、えー、例えば、えー、経済的に恵まれない人への 再分配とか。あとはもう国でしかできない道路整備とかインフラ整備をやるっていう資源配分。こっちに割り当てるべきで、景気の問題はもっぱら金融政策が取り扱うと。うんうん、だから、あまあ、緊縮的、または財政再建路線プラス景気に応じて金融政策。 うん、っていうのが、まあ、経済政策の王道王のように言われてきたんですね。はい、これが大体、まあ、1990年頃から、まあ、実は80年代から2010年ぐらいまでの、うん、まあ、経済政策の常識だったんです。はい。しかし、これが大きく揺らいできます。うん、なぜならば、リーマンショックの後、財政金融政策一体で運用して、 かり、経済政策やったところは回復が早く。財政と金融が逆向いたり、ぐだ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 してた日本は全然ダメだった。またずっと財政が破綻する、破綻するって言ってた割に、コロナショックで大幅な財政赤字各国出したけれども、長期金利、ピクリとも動かなかったでしょうと。そうですね。っていうところから、いや、むしろ、一つはこれまで言われた、 金融政策の独立性っていうのは、そんなに重要な話じゃないんじゃないかと。で、また、財政についても出すべき時は出しても、特にまあ日本、アメリカ、イギリスのような、自分の国で、自分の国の通貨単位で国債を発行している国については、大して問題じゃないんじゃないかと。いうふうに常識が転換してきてます。 で、これは私が言ってるだけじゃなくて、アメリカあの全米経済学会の会員アンケートでも、はい、巨額の財政赤字は問題であるっていうのについて、うんうん、そうは思わないって答える人が4割に上っています。これ昔はそうじゃなかったわけですか、ね、逆で、問題だと思うが4割だったんですね。おおなるほど。えー、大方問題視していたものが。<laughs> あ4割少ねえじゃないかと思われるかもしれませんが、はい、あの、これあの、アンケートの特性で、いつも3、4割はね、まあど、どちらとも言えないので、あの、ま、中間層というか、ね。中間層がいるので、えー、あの、大体、かつては問題じゃないっていうのが、十何パーしかいなかったのが、40%パーに。<ー>で、逆に問題だっていう人は、40%パー台から10%パー台に。 ってううにそうま逆になってるんですね。もうなんか、新聞の経済論とか見ると、とにかくこの国の借金が大問題なんだと。今すぐ発綻すると。そう。それはね、やっぱりね、十数年前まで、経済政策の王道だった。はい みんなが思ってたのでそこからあー、まあえー、現代の専門家あもう多くはその時代に経済学学んだり研究してるのでうん、うん、どうしてもそこから抜け出せない人がいるもちろんねポリシーとかもちろん十分な根拠を持って緊縮財政だと主張する人もいるんですけれどもうん、うん、結構ねメディアとかあと少なからぬ経済学者を見てると、はい、10年前の常識をそのまんま喋ってるなって。 っていう気はするんですよね。十年前じゃないですよね。リマ十年前って言っちゃいますね。リーマンショック十五年前です。<ー>すみませんそ。そうですね。もう十五年前なんですね。<laughs> はい、の常識を話してるなと思ったりする。ただねその一方でじゃあ無限に財政が出せるかというと、はい、これも全くの間違いででよく国債を発行して財政支出をすると。 えー、将来世代に負担が残るっていうじゃないですか。ああ、言いますね。はい。えー、これは全く、ええ、まあ基本的にはありえないんだという話をこの本の中でしてます。うんもし、えー、財政政策を行うことの負担は今来ます。今来る,るとしたら。うんどういうことか。これはあの、かつて、えー、もう経験したことあるんですけれども、急に 国が公共事業を増やすと、はい、それによって住宅、えー、資材価格とか、あとは人手不足が深刻化して、うんうん、民間の工事ができなくなる。っていう負担が生じてますよね。はい。で、例えばこれコロナでみんな経験したはずです。医療関係者が全部コロナ対応に引っ張られると、はい。通常医療が滞るんですね。財政出動の負担っていうのは、 その時に来るんです。その将来世代がどうのとか関係ないんですよ、あんまり。唯一関係があるとしたら、えー、例えば、どう考えても衰退する産業があるとしましょう。うそこに大幅な財政支援をすると、例えば、別にね、観光業として立派な仕事ですけれども、これから日本はタクシーを辞めて人力車にするのだって言って、人力車の給料を、えー、月給40万円にしますと。はい。そしたらどうなるか。 みんな人力車の車夫になるわけですね。はいえー、そうすると、経済成長率、技術進歩率が落ちますよね。なかなか人力車に技術革新起きないので、で、そうすると、で、どんどん、特に生産性を伸ばさない人力車に、投資が行われ。 本来だったら行われるべきタクシーとか、その他の輸送に投資が行われないので、将来の GDP が下がる。っていうえ負担はあるんですけれども、多くの人が思っているような、将来に借金が残るから、その借金がえ将来世代への負担になるっていうのは、これは完全に個人の借金とえ勘違いしてるんだと思うんですね。残るとしたらそういうふうに、今、 負担が発生するのか、はい、もしくは、へんてこなところにお金が使われすぎて、その結果、技術進歩とか経済成長が停滞するっていう負担が将来に残るのか。お<ー>っていう中で、じゃあ、はい、何にお金を使っていくべきなんですかっていうので、えー、実はこの本、私、極力自説を抑えてます、前半は。とにかく、財政政策と金融政策について、ちょうど真ん中ぐらいの説明をしようと。はい なんですけど、就職はじ、私の意見で、むしろ、転職であったり、人材の移動にお金を使うべきだと、<ー>えー、いう話などをしています。まあ、そんな、あまあね、えー、本の宣伝っぽい話で言いながら、うん、来年から、と、はいって言いますか、今年もうすでに、人手不足の経済になってますね。人手不足状態っていうのは、どの業界に、 単純に言うと、生産性が伸びていく業界にどうやって人をスムーズに移動させていくのか。うんうん 来年もこれが大きなテーマなんじゃないかなと思います。いやね、この間、あの、まぶちまりさんと、伊達やすさんでやってもらった時も、うん、じゃあ、転職をするにあたって、例えば、あの、所得税の減税だとか、っていうのを優遇したりとか、うん、こう、いろいろ作業ができるんじゃないかっていうのね、提案がありましたよね。そうなんです。例えば、転職したら、うん、あまあ、所得何万円以下の方は、あ所得税1年間大幅に割り引くと。これね、うん、企業単位にあっ あんま,うまくないです<ー>なぜならば、その転職補助金を取るための会社を作る奴らが出始めるからです。はい、ああ、なるほど、なるほど。会社単位というよりもこれは個人単位で。個人単位で。転職した人は、えー、その年は、えー、所得税が大幅に減免される。これ実際ね、えー、重要なことで、はい、転職するとですね、転職期間にしばらく無職って ととか給料がが低い期間が生じると、ええ、でも税金って前年実績で来るのですごい苦しいっていうケースがあるそれを防ぐとかそれをオフセットするオフセット埋め合わせるための転職減税というのは大きな手段なりうると思うんですよね。う えー、日本経済の再生プラン、えー、井田康之さんに伺ってまいりました。えー、この井田康之さんの著書、財政、金融政策の転換点、日本経済の再生プラン、中高新書からすでに発売中、12月20日に、えー、上司されております、えー。ぜひご覧いただければと思います、えー。このコーナー含めまして、ラジコタイムフリー、ポッドキャスト、YouTube でも配信していきます。番組ホームページご覧ください。